みなさんこんにちは、あやはやチャンネルのあやです。今日ははい、あえ、それ反対側だから誰かわかんないから見せて、誰これ。言ってもらおうと思ったら言えないものですね。今日はかのさんが主役の動画です。はい、今日はかのさんの幼児子供あるあるをやっていきたいと思います。はい、まあ、うちにはいいね見本っていうかがいるので、じっくり観察してあるあるを見つけました。はい、やっていきます。レッツゴー。あるあるだなと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。床に落ちている小さなゴミをやたらと拾う。あるある。ね、お姉ちゃんたちがゴミ箱捨てたはずなのに、そこら辺に落ちるちっちゃいゴミを拾ってはゴミ箱捨てに行きます。はい、まあいいことなんだけどね。時にはゴミ箱に手つむんでね。ね、あのちょっとまだ分かんないからね。なんかインされました。はい、2つ目、休日や夜間になると病気になる。あの夜になると子供って熱が上がります。あなたも経験ないですか？なんか夕方から体だるいなと思ったら夜熱が上がって朝には引いてたとか。はい、結構子供あるあるだと思います。3つ目、寝癖がすごい。あるある。なんか頭がね、なんかね、蛇巻いてるんじゃないかっていうぐらいね、モサモサってしてました。今日の朝もねすごかったよね。今もね、若干前髪まだ寝癖残ってるんですけど。はい、4つ目、これも病気関連です。鼻水が出始めるとなかなか治らない。ある。保育園の子もそうなんですけど、1回鼻水が出ると2、3週間治らないんですね。はい、病院行ってもしばらくだらだらつく状況が続いております。じゃあ次、5個目になります。音楽が鳴ると謎のダンスを踊り出す。あるある。これね、あの子供の音楽以外でもなんか踊ってるんだよね、こうノリノリに。はい、行きます。いくよ。どんな動物も初めは大体ワンワン。ワンちゃん、これなんていうの？ワンワンじゃない、ワンじゃない。ワンワン。ワンワンじゃない、ワンじゃない。ワンワンじゃないな。っていう風に、慣れるまでずっとワンワンって言ってました。テレビでペンギンが出てきた時もワンワン。パンダが出てきた時もワンワン。猫が出てきた時ももちろんワンワンって言ってました。まあね、あのかのさん、昨年末からようやくワンワンと言えるようになって、まあ見るものすべてがワンワンらしいです、動物は。まあね、ワンちゃんでもほら小型犬もワンちゃんだし、大きい犬もワンちゃんです。まあ区別つけろって方が難しいです、まあ、とりあえずそういう生物なんだって覚えてもらえればなと思うんですけど、大抵ワンワンと言います。次、返事は大体はいかいいえ。カノさん、おやつ食べたい子。はい。トイレ行く？行かない。っていう返事をします。お菓子欲しいの？持ってこようか。はい、わかりました。じゃあちょっと待ってくださいね。すごいな。はい、どうぞ。じゃあカノさんにはおやつ休憩をしながら聞いてもらいましょう。はい、次、だいたいカレーが好き。あるある。はい、あやさんもカレーは大好き。カノさんもカレーは大好き。うん、大好き。うん、そうそう、アンパンだよね。はい、これ1歳から食べれるカレーなんですけど、カノさん出すと普段あまり食べないご飯もめっちゃ食べます。9個目はトイレで出待ちをされます。あー、あるある。ね、カノさんなぜかトイレの前までついてきて出待ちをします。おー、危ない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 。カノさん偉いな、落ちてないところに捨てるなんて。ね、あの画面外にちゃんとゴミ捨ててくれてました。はい、ということでトイレでも出待ちされます。ラストです。ストーブをね、寒いから今炊いてるんだけど、カノさん通るとき扉開けっぱなしなんです。カノさん、寒寒だから扉閉めてって言うと、カノさんどうしますか？閉める。はい、
閉めてくれるんですけど、ここであるあるが発生します。扉を閉めてくれると必ず反対側が開きます、ね、閉めるっていう風に言葉は分かってるんだけど、なかなかうまく閉められないみたいです。あー開けちゃった。これがカノさんあるある、小さい子向けのあるあるでした。あやへいの学校あるある1段の時はそんなルールないよって結構来ましたが、今回のあるあるは結構あるあるって見てもらえたんじゃないかなと思います。はい、どうでした？特にこれが一番多いと自分にも当てはまるでね。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、サブチャンネルもあるのでよろしくね。バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。他の動画もいっぱいあるので見てね。見てね。